はい、ゆうごドット TV でございます。早速本日のライブを呼んできます。あっちいな、これよいしょ。はいはい、今日のお題はですね、あなたが止まっても世の中は回るだろう、だからそんなに焦らなくてもいい、こちらのお題を今から呼んできます。人間は自分を過大評価する過大評価する、なんて読むんだ、傾向も読めなかった。人間は自分を過大評価する傾向があります。一番好きな人は誰かと聞かれれば自分と答えるでしょう。誰でも自分が一番大好きです。自分が一番ですから、公平でなく自分を特別視する傾向があります。その結果、自分は偉大な人物であると勘違いしやすい状況があります。自分は世界に大きな影響を与える人間ではないのか、自分は世界で特別な人間ではないのか、考え方が異様に膨らみ、非現実的な範囲まで広がってしまうのです。夢を持つことは大切ですが、異様に膨張した考え方を持つとかえって苦しくなります。非現実な夢を持って余分なストレスを抱えるだけです。焦らなくてもいいことに焦っても仕方ありません。失礼ですが、自分は偉大な人物と思うのは誤解です。実現から言えば、自分の仕事を辞めても世の中は回るでしょう。地球の自転に影響はありません。仮に自分が死んだとしても、翌日は太陽もいつも通り輝いているはずです。自分がしなければいけない、絶対に失敗できないと焦らないことです。焦ると余計に息苦しくなります。自分のできることから始め、自分のペースを大切にしましょう。自分が小さな人間であると認めることで、素直に人に協力を求めます。個人ではなく団体として動きます。小さな力しかないと素直に認め、人と協力することで偉大な業績を残しやすくなります。だからそんなに焦らなくてもいいのです。今日の格言、自分を過大評価しすぎないようにする。これでもあれじゃないですか、こないだ俺が言ってたアファメーションとかブリーフシステム、現状維持のもう離れた、もう届かないような理想を持った方が、その現実に現状にとらわれずそっちの方向へ行くという、過大評価はいけないけど、夢はでっかく持ってた方がいいとルータイス先生は言ってましたぜ。まあ人それぞれのスタイルがあるので、自分で選んでいろいろ考えてみてはいかがでしょうか。ということで、良い週末を。バイバイ。